右だり。先週との落差がすごすぎるだろう。先週普通にテストの話やってたのに、今回は真相に近づきすぎてで消される暗喩までありました。こういうサスペンス要素がめちゃくちゃいいですね。来週一体どうなるのか楽しみです。以上、右だりのお話でした。